新潮ビヨン石垣学科生成芸画専門新潮生こと田辺です。今日も全身全霊でね、新潮に稼ぐことを配信していきたいと思います。新潮の場所にはチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日ね久しぶりなんですけど、モニターさん動画ということで、モニターさんの内容をねお伝えしていきたいと思います。新潮の場所の人はね、ぜひこういった動画を見て参考にされるといいんじゃないかなというふうに思います。本日は12歳と10ヶ月で 160.3cm のねお子様の状態ですね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。よろしいでしょうか。ということで早速ね、手元の画面に移って説明していきたいと思います。それですね、まあ今回ですね、まあ12歳と10ヶ月の、まあ、男性のお子さんの症例を一緒に見ていきたいなというふうに思います。まずねこの実際のカウンセリングシートですけども、こんな感じです。まあ現在ね、もう70何ページにわたって皆さん説明しておりますので、まあ、かなり、ね、分厚い資料で皆さん説明しておりますので、初心ね、受ける価値があるというのをまずパッとお分かりいただけると思います。その中でまず一番初めに皆さんにね立てていただいていることですね。まあこちらの方ですね、まず目標の身長を皆さんに立てていただいてます。理想の身長、なりたいになって身長、そして一番重要なのは何が何でもなりたい身長ね、こういったところを皆さん立てていただいてます。まあどんな世界でもそうですね、まあ目標をまず設定するってことがすごく重要ですので、まず皆さんも目標を設定されてください。実際の診療ですね、まず最終的に何センチになるのかと、それとしてどういった治療ができるのか、例えば180センチになりたいというふうに対して、170センチであればね、このプラス10センチしなくちゃいけないわけだけど、どうやって治療でこのプラス10センチを埋められるかと、そういった話が治療ですよね。そして最後にですけども、これ生活習慣ですね、生活習慣についてお話ししていくような形になりますので、まあ、この3つの、ね、項目について、まあ大体カウンセリングですけども、大体まあ短い人でも30分、まあ長い人で60分以上やっていくような形になっていくと思います。で例えばですけど、まあ、今回の目標175だというふうに、まあ、仮定してお話ちょっとしてみようかなというふうに思いますけど、よろしいでしょうか。それではまずね、最終身長の方を予測していきたいと思います。最終身長ですね、現在の身長、過去の身長、レントゲン検査とですね、思春期症状、ご両親の身長とですね、まあ、こういったところの5個の項目から初診時の当日お話しさせていただきます。それで採血の方が1週間後に結果が出ますので、それを踏まえてですね、まあ、最終的に最終身長を皆さんにお伝えしていくというような形になります。それではまずね、このモニターさんね、身長、最終予測ね、一緒にしていきたいと思いますけど、まず1つ目というか現在の身長ですね、当日ご覧いただいた時に実際当院の方で、身長の方を測らせていただきます。このモニターさんに関して言うと12歳と10ヶ月で 160.3cm でしたという説明になります。まあ、この他に平均的伸びでいったらどうなるかなと一緒に見ていきましょうと、まあ、成長シートで早速活用していきたいと思います。で成長シートはですね、まあ、皆さんももうご存知かもしれませんけども、公式 LINE の方からですね無料でダウンロードできますので、ぜひねこうダウンロードして使用してください。使用するときこういう風に、ね、A3 で使用すると楽かなと思うので、ぜひ A3 で使用してみてください。まあ、今回こういう風にこの12歳と10ヶ月ですので、まあ、ここの部分ですね、ここのラインですね、ここが12歳6ヶ月で、ここは12歳9ヶ月で、12歳10ヶ月の場合12歳9ヶ月のところで、ここプロットしていただいて構いません。こういう風にプロットしていただいて、こういう風に線をグッと伸ばしていくと、該当の項目を伸ばしていくと、こういう感じでグーッといってって、このところで 160.3cm ですので、まあ、こういったところにプロットされると。どうにしても過去の身長をこういう風に黄色くぜひ塗っていただくと、より一層分かりやすいかなというふうに思います。この子は 160.3 ですよってところになりますね。まずはね、日本人の平均的伸びていったらどうなるかって考えていきましょう。例えばこの表を使うとすごく分かりやすい。こう真下に下ろしたところの数字ですね。こう 175.4 とか 176.3 ですね。これがこの子のいわゆる平均的な期待値という原因になっています。まあ、これが平均的な期待値。ただこれはあくまで平均なので、それより伸び率が低くなってしまう子もいれば高くなる子もいるわけなので、どちらがに行くタイプなのかと2番目以降に検討していきたいと思います。で、ここに関して175.4から176.3とですね。それとして、昔の身長どうかなって見ていきましょう。昔の身長でできるだけ皆さんも、ね、手元に用意しておくといいと思います。まあ、こんな感じってことですね。まあ、ぐーっと来て、ここは上がってくるタイプってことで、まあ、これいわゆる典型的な早熟タイプのグラフになっていきます。で、このグラフに関して言うと、まあ、こうやってきたら、ぐーっと上がったら、こう落ちていくようなタイプ、どっちかって、ね。まあ、そういったようなグラフのタイプの印象だなっていうのがここからわかります。で、早熟のよくあるグラフってことで、こう3つ特徴があります。これですね。アルファとベータの角度は類似する直線的に成長する18歳は伸びないという雰囲気さえがあります。ここでちょっと説明していきたいと思います。これ、上る角度と下る角度で、この角度ですね。この角度は大体類似することがいいよというの説明になっています。次は、下り始めると直線的に成長するという意味になりますね。この2ポイントと。まあ、あと当たり前なんだけど、18歳まで伸びるというふうに仮定して最初お話ししてるんですけど、早熟の子に関しては、まあ、当然ね、1年分早熟では、まあ、ざっくりとだけ17歳までしか伸びないと。2年分早熟では、2年分ね、16歳で身長止まる。そういうふうに考えていただくといいかなというふうに思います。このお子さんに関しては、まだまだね、グラフの形成途中という表現で、ここはまだ上がってくる時期かなというところで、まあ、まだまだこれだけで何とも言えないというところなので、まあ、漠然とこういったような角度を形成するでしょうということは、ここからわかると思います。次ですね、レントゲンの検査とか、レントゲンの検査はこのお子さんに関しては14歳と一応0ヶ月というふうな判定をさせていただきます。まあ、早熟だからその分低くなるよという説明になります。体が例えば体全部14歳0ヶ月だと仮定すると、まあ、こういうふうにこう緑色に近似的にこう記載されるわけですね。でその子は最終的に伸びてきて 168.5 と 169.1 ですよという説明になるので、ま
これもすごく参考になるような値だと思います。じゃあここでちょっとレントゲンのね、結果を一緒に見ていきたいと思います。このお子さんのレントゲンさんは一緒に見ていきたいので、この年齢になってくると一番重要になってくる項目という場所はですね、ここの末節骨の部分ですね。ここの末節骨が閉じ始めるとちょうど14歳0ヶ月で進むので、まあ、これちょうど閉じてるって表現になってくる。それで14歳と0ヶ月、まあ優しい先生だと13歳9ヶ月を取る先生もいるかなっていう印象になってくると思うんですけど、まあ、少なくともですね、このお子さんが12歳と10ヶ月ってところがすると、まあ、早熟であるってことが間違いないって説明でいいかなというふうに思います。まあ、この骨なんか空いてますので、これ診察した時で私14歳0ヶ月というふうに取ってますけど、今見るともうちょっと優しく見てもいいかなと、まあ、13歳9ヶ月取ってもいいかなというような、そういったような印象になってくると思います。この時期のね、年齢の方に関してはこれ末節骨ですね、指の先の骨、まあ、特に第3末節骨を、ね、注目していただくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、ちょっと参考程度ですけども、こちらの方はね、末節骨が空いてる症例ってさっきと違うのお分かりいただけますよね。さっきここの部分完全閉じてたと思います。今回の症例に関してはこの、ね、末節骨の部分が閉じてるので14歳0ヶ月というふうな判定をしたというふうな説明になります。はい、ちょっとねまた戻ってこちらの方に、ね、画面いきたいと思います。 168.5 から 169.1 ですよって説明ですね。次、春季症状ってことですね。春季症状に関してはこういったのも皆さん覚えておいてください。まあ、いわゆる思春期早発症と呼ばれる子ね、9歳までに精巣が発達、10歳までに陰毛が生えてくる。こういったお子さんに関しては春季早発症といって、まあ、病的に思春期が早いわけになりますので、まあ、これぐらい早い方に関しては、ね、すぐにね、病院の方に、ね、受診していただくといいかなというふうに思います。こういった症状が、ね、かなり早い場合に関して言うと、うちでなくて普通にね、お近くの小児科で相談されて十分だと思います。まあ、ここまでは早くないんだけど、お子さんね、自分のお子さんはどうやら少し早いなという方に関しては、当院にご相談いただくと解決することができるというふうに思います。このお子様に関して言うと、一応ですね、春季症状の方が、声変わりがですね、12歳0ヶ月未満というふうな記載になってますので、まあ、ここが見たらかなり早熟ですよって説明になります。あとはですね、まあ、早熟の目安で、まあ、11歳0ヶ月未満で陰毛が生えてきても、これ超早熟。あと、ここに書き足してますけど、陰毛が12歳0ヶ月未満で陰毛が生えてきても、それもね、早熟でいいんじゃないかなというふうに思います。晩熟目安のところで、陰毛13歳0ヶ月以上というふうに書いてあるんだけど、声変わりが13歳0ヶ月以上でもね、晩熟というふうに言っちゃっていいことがほとんどだと思います。ぜひね、声変わりと陰毛が生えてくる時期、こういったところ皆さんよくチェックしていただくといいんじゃないかなというふうに思います。あとね、こういった脇毛とか髭の、鼻下の髭とか顎下の髭とかもあるんだけど、これに関しては本当に参考程度になってくるので、まあ、大事なのはやっぱこう陰毛と声変わりだとか、ぜひ皆さん覚えていただくといいんじゃないかなというふうに思います。で、このお子さんに関してはやっぱりね、早熟だから、まあ、最初の値ですよね。こういった平均的な期待値175.4ペースよりは明らかに低くなるときに考えた方が無難でしょうって説明だと思います。次、まあ、遺伝的な部分ですね。ご両親の身長とここも見ていきましょうと。このお子さんに関して言うと、お父さんの身長とお母さんの身長足す13÷2、プラスマイナス9ってところ、ここに関しては171.5ってところになりますね。まあ、皆さんもぜひこういったお父さんの身長とお母さんの身長足す13÷2っていうのをやってみて、遺伝身長というのを計算してみてください。これもよくね、間違ったので、昔のデータとしてここにプラス2って入ってるデータがあるんですけど、あれかなり昔のデータ、いわゆる戦後のデータになってくるので、あんな古い式使わない皆さんにご注意されてください。じゃあ、それを踏まえてこの子ね、何センチになるのと言われればなんだけども、まあ、少なくとも平均的に伸びるよりは低いわけですよね。になってくるので、まあ、これよりは低くなるというふうに説明すると。それとしてもどれくらい低くなるかっていうところなんだけど、まあ、現状としてはこういった骨年齢に、相応して、まあ、これよりちょっと低くなるかもしれないし、まあ、ちょっと高くなるかもしれないしということで、まあ、こういったところで、ね、初心時私、予測してますけど、今見ても、まあ、だいたい 167.3 から 169.8 ぐらいかなという印象になってくると思います。それで今回ね、最終予測のまとめというふうな表現では 167.3 から 169.8 って説明になります。ただこれ全然予想なので外れることありますので、まあ、私の予想を聞いてね、ショック受けるとか、逆に喜びすぎるとか、そういったことないようにね、皆さんね、まずはね、できることはしっかりとやっていくってところを、参考にしてください。ここで通常は採血の方、1週間の結果が出るので、1週間後採血の結果を聞きに来てくださいというふうにお話をしていくんですけども、今回はモニターさんですので、すでに採血の結果が出ているので、そこの方を一緒に見ていきたいと思います。このお子さんの年齢に関して一番重要になってくるのは、この ALP ってやつですね。ALP ね。皆さん ALP ご存知でしょうかってですね。例えば、車がどれだけ走りますかって質問を受けたら、速さと時間の積分値で表されるような形になります。どれだけ身長を伸びますかって質問を受けて、ALP と骨年齢、こういったものを積分値で表されます。今回に関して言うと、この積分値で、ね、骨年齢の部分ですね。ここの方が14歳0ヶ月で、実年齢が12歳10ヶ月に対して進んでいるので、時間がないので、身長はその分低くなるかもしれないので、説明しました。それと同様に ALP で、ね、ここの方が早いといいなというふうに思って、この、ね、採血の結果を見ていきたいと思います。このお子さんの ALP 実際見ていきましょう。このお子さんの ALP が331ですね。331という値がどういった数字か少し見ていきたいと思います。じゃあ、こちらの方で ALP という、まあ、特に春季到来後に参考にする値ですよとか、今回に関してはもう明らかに春季入ってますので、まあ、すごく重要な時期だというふうにご理解ください。ピーク値だと500から600ですね。非常に伸びている時期は350以上、いわゆる成長期というわけでしょうかね。175だともうそろそろダメということで、113も全然ダメということで、まあ、20丸三角×、よくこんなふうに説明しています。まあ、こういうグラフも参考になるかもしれません。春季とともにこう上昇していって、20丸丸三角×、まあ、こんなふうに大人になっていくわけですね。まあ、今どこのフェーズにいるかなというふうに見ていきたいと思います。このお子さんに関しては331ですので、まあ、今回に関してはむちゃくちゃ
りってことはなさそうだなって説明ですね。ここは例えばですけど、175とか、まあ、200ぐらいですと、まあ、最終速度としてはまあかなり厳しいというわけですけども、まあ、331であれば、まあ、このグラフで言うと急にこっち側に行くってことはなさそうで、まあ、しばらくもうちょっと右側に行くのか、もしくはもう真下に降りるのか、まあ、それぐらいの程度で、まあ、もうそろそろもうしばらく、まあ、約半年か1年ぐらいはそういった推移を示すんじゃないかなというふうに思いますので、まあ、ここのグラフがこう急に落ち込むというよりは、まあ、もう少し膨らみを帯びてくれるって説明になってくるかなというふうに思います。それとして、ね、男性ホルモン値とかそういうのを見ていきましょうね。で男性ホルモン値はどうかなというふうに見ていくと、このお子さんに関して言うと 1.65 ですね。 1.65 で男性ホルモン値に関して 1.31 以上で大人の値というふうになってくるので、それは大人の値なんですけども、まあ、今回早熟判定で、まあ、かなり早熟というか、例えばこれ4とか5とか、まあ、なんなら7とかね、そういったところもね、十分に考えられたんですけど、そこが見て意外と控えめってところで、まあ、ALP も思ったよりすごく低くないし、テストステロンもすごく高いわけではないので、まあ、早熟であることは早熟で間違いないんだけども、まあ、すごくクリティカルに早熟とりや、まあまあ早熟というか、結構早熟という、まあそういった表現かな。まあ少なくとも春季早発症とかそういったレベル感ではないってところと、あと骨年齢の方も最初に14歳0ヶ月もお伝えしたんだけど、他の末節骨を見るともうちょっとイージーに見てもいい。13歳9ヶ月とか、そういうふうに見てもいいかなというふうにコメントを出しましたけど、そういったところとも特に矛盾ないかなというふうに説明になるので、こういった骨年齢からね、期待される身長の中でも、まあこっち側に行く可能性も十分にあるようなタイプかなというふうなことが、ここから分かってくると思います。まあその他の項目ってことで、まあ亜鉛の状態とかね、亜鉛に関してこの子に83ですね。まあ100以上目指すといいかなというふうに説明だと思います。鉄に関してはフェリチンとか値見ます。こっちは36とかっていうところですけど、まあ今度50以上上げていくとか、そういったのもよく私の方でやっています。ビタミンですね。ビタミンの中で特にビタミンの D が重要ですね。この子に関して 18.1 しかないですね。このビタミンの基準値もかなりいろいろあるんですけど、遠いので一応50から80ぐらいになるように調節していっていますよ。甲状腺に異常がないかとかそういったところも見てますけども、甲状腺全く異常がありません。甲状腺に関してはですね、まあ結構ですね、まあ FT4 とか FT3 だけが異常値のことも多いんですけども、今回全くそれも全く異常がないと。まあその FT3、FT4 がね、単純にちょっと基準値外れてるっていうか、ここに関して言うと、そういうところも多いですので、あんまり気にされすぎないようにしていただいて、まあもちろんね、すごく気になる場合は、そういう甲状腺の専門の先生に相談していただくといいと思います。成長ホルモンの値に関して、今度ソマトメジンって値見ます。今回に関して367ってことで、まあ基準値全く満たしてますので、全く心配ないかなというふうに思います。それで今回ね、まあ仮にだけど目標175だと仮定した場合に、まあ最終予測がですね、167.3 から、まあ、169.8。まあこれ一番低い値ですね。167.3 だった場合ですと、まあプラス8センチぐらい、まあしてあげると、まあこういった目標に到達するんだけどというふうに説明になります。で、この目標身長は人によって変わってくるので、それによって我々の方の提案も変わってきますので、まず皆さんの方でこういった目標身長でしっかり決めてください。で、目標身長で決めるとき3つってことで、まあすでに動画の方も出していると思います。理想と呼ばれる身長、次はね、慣れたらいいなという身長です。そして最後は何が何でもなりたい身長。で、まあどの分野でもそうなんだけど、やっぱ何が何でもなりたいっていう身長に、それがすごく大事なんだけど、ね、そこを皆さんで決めてください。ということで、ここからちょっとね、少し簡易的に治療内容を説明していきたいと思います。治療としては成長ホルモンを補充したりだとか、春季遅らせたりだとか、まあ、栄養補充やったりだとか、まあ、こういう風にして、身長を伸ばしていくような形になります。まあ、図解で、理解する、身長戦略って、こういった動画も出ても、それはすごくわかりやすいですので、まあ、こういったのぜひ見ていただくといいかなというふうに思います。先ほどお伝えした通り、縦軸が伸び率、横軸が、時間ですね。まあ、この縦軸が、まあ、ALP で、横軸が骨年齢とか、まあ、その表現もできると思うんですけど、ここのね、なす、面積ですね。これ、積分値で身長って決まるんですよ、説明になります。成長ホルモンだと、一時的にバコーンとこう上がるわけです。そうすると面積が増えていくよね、とかですね。例えば栄養補充を行うと、こういったところもね、膨れ上がるでしょう。逆に栄養が欠乏した状態だと、ここへこんじゃうわけですね。へこんじゃうわけですから、栄養が欠乏した場合ですと、ここ栄養欠乏を補ってあげて、身長を乗せしてあげて、そういったような説明になります。で、春季早発症ってどういうことかっていうと、この山がやたら高いとですね。そうすると、この明らかに緑の線っていうのは、こう黒色の線よりも、皆さん面積小さなお分かりいただけます。なので、それをこういうふうに横側にシフトすることによって、身長って伸ばせるんですよという意味になりますね。まあ、春季遅らせたりだとか、栄養補充したりとか、成長ホルモン補充することで、身長伸ばせるということね。ぜひ皆さんご理解ください。で、ここちょっとですね、エクスキューズなんですけども、女子14歳以上まで治療効果が低いので、これもぜひ覚えておいてください。このお子様に関して言うと、実年齢は12歳と10ヶ月なんですけど、どうやら体の年齢は14歳近いというところなので、まあ、かなり時間がないような状況になってくるというふうにご理解いただくといいかなというふうに思います。治療通常性、まあ、2年と5年、かなり年単位でやっていきますので、そういったところも、踏まえて、ね、受診皆さん検討していただくといいかなというふうに思います。まあ、基本的にはですね、男子14歳以上、女子13歳以上の場合は、あまり受診自体はあまりお勧めしていません。まあ、実際ここまでご覧いただくとですね、まあ、ここからですね、ここの時点で今がこれ19ページで、一番最後のページが79ページで、ここから60ページで、ね、皆さん説明していきますからね。ここはモニターの動画ですので、これ全部やりませんけど、まあ、ここは成長ホルモンがどうやって効くのかとか、それこそ最近のドーピングに該当するのかどうかとかですね、論文上どういったことが示されているのかとか、FDA ね、アメリカの厚生労働省でどういった見解がなされているのかとか、長期的な目線でどういった効果があったのかとかですね、まあ、論文ですね、作者示していきますし、実際にお子様がやった場合何センチになるのかとか、そういったところも説明していきますし、まあ、治療
応ね、数年計画でやった場合にどういった計画を通っていくのかとか、あとは費用に関してとか、扱っている製剤とかですね、あと思春期を遅らせるお薬の特徴ですね、いくつか思春期を遅らせる方法もありますので、それぞれの方法だったりとか細かく説明していきます。お金のかかる話ばかりでなくてですね、まあその後半に関して言うと、身長の生活習慣です。こういったところですね、睡眠と運動と食事について気をつけるポイントですね、そういったところもね、もう何十ページにも当たって説明していきますので、まあ、ぜひね皆さん、ご自身で検討される方はご受診いただくといいんじゃないかなというふうに思います。それで今回ね、モニターさん動画とか12歳10ヶ月の症例についてお話しさせていただきました。今後もですね、身長に関することに全身全霊で、ね、配信していきたいと思います。身長の話した人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。